ルイ・フォンテこと、ルイ・ペドロ・ダロー・シャフォンテは、ポルトガル・リスボン出身のプロサッカー選手。SC ブラが所属。ポジションは、FW。9歳で、地元リスボンのスポルティング・クルーベでポルトガルに入団。2006年、アーセナル FC の下部組織に移籍。リザーブチームのレギュラーに定着した後、2008年のプレシーズンマッチで、トップチームデビュー。 2008年11月のフットボールリーグカップウィガンアスレティック FC 戦で公式戦デビュー。しかしその後は出番がなく、2009年5月にフルススポルティングクルーベでポルトガルに放出された。2011年7月、昨シーズンから期限付き移籍で加入していた RCD エスパニオールに完全移籍。2013年1月にエスパニオールとの契約を解除し、新たに SL 弁フィカと5年半契約を結んだ。2016年9月、昨年12月から期限付き遺跡で加入していた、ブラガ SC に完全一席。2017年8月、フラム FC に3年契約で完全一席。2019年8月、フルスブラガ SC に復帰。U-16 年代からポルトガル代表に選出されている。二千十五年三月に、 A 代表初招集。カーボベルデトンの親善試合でベンチ入りしたが、出場機会はなかった。父アルトゥール、兄ジョゼもサッカー選手。兄とは、スポルティング CP のユース、クリスタル・パレス、およびリールでチームメイトだった。ありがとうございます。